くて波がすごい強い。ここはよく来るんですか？ここはね、ジョギングでたまに来ます。うちからここまで 2.5、3キロの距離なんで走ってます。就活をしてる友達の中で出た話が、その帰国子女で日本人の女の子で英語ができて、ある程度仕事のできる子っていうのは日系から嫌われるよっていう、そういう話が普通に出始めたんですよ、仲間うちで。で、なんでかって話になった時に、それは当たり前だろうと。海外に出てていろいろ発言力、ディベート力を身につけてきてて、英語もできて、女の子で、そういう子が日本企業に入った時に、日系はとりあえず打つ釘は打たれるじゃないけど、そういう飛び出る人材をとりあえずね、抑えようとする。プラス女の子だから、いずれは結婚して退社してしまうじゃないかとか、まあ、それもろもろの理由から、女の子よりは男の子を採用、帰国子女よりは国内で高卒した子、ね、大卒した高卒採用っていう、そういう流れがもうかなり見えてあったんで、うん、それはなんていうんですかね、私にとってはかなりなんていうのかな、現実目の前に現れた大きな壁だったんですよね。日本ってこんな感じなのかっていうのをすごく思いました。そういうその枠っていうのが、例えばオーストラリアなんかだとすごくもう多文化社会っていうことがあって、その決まりがないんですよね。もう自分のそれぞれの文化の好きなことをして好きなように生きてるのがこっちの人だから、まあどっちがいい悪いじゃないですけど、なかなかそうね、こっちに慣れた私なんかからすると、日本に帰るのはなんかこう、ここからどっこいしょじゃないけど、ちょっと覚悟がいるかなっていうところはあります。国際協力の女性のエンパワーメントに焦点を置いた、まあ、女性の技術支援、教育支援なり、あとは何ですか、収入を得るための機械作り、機械提供っていうことをしつつ、まあ、それに絡めて環境保護なり、女の子の教育なり、そういったことを現地の、途上国のローカル NGO パートナー組んで一緒に、プロジェクトを構築していけたらと思って